高知県第3区は日本の衆議院における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2013年に廃止された。2013年公職選挙法改正により廃止され、2区の一部となる。2002年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。 2002年の区割り変更により、阿川郡野町、五北村が2区から本区へ移行。1994年公職選挙法改正から2002年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。高知県に3選挙区が割り当てられていた時代は、大まかに県中央部を1区、県東部を2区、県西部を3区に区分けしていた。 高知県自体がもともと自民党の強いいわゆる保守王国であり、3区は自由民主党の山本雄二が6回、すべてで当選、対立候補で比例復活を果たしたのは、最初の回の春名直明のみであった。典型的な無風区である。全国で最も有権者の少ない小選挙区であり、一票の格差問題でもたびたび取り上げられていた。 定数削減によって2選挙区となったとき、県内を東西に分割する方式をとった。旧1区が半分に分割され、旧2区と合併した東半分が、新区、旧3区と合併した西半分が、新2区となる。当時選出枠を独占していた自民党の候補者選定もこれに従い、第47回以降は、旧2区の中谷元が、新1区、 旧三区の山本が新二区にそれぞれ横滑りし、旧一区の福井寺市は比例四国ブロックに転出した。そのため、名称の上では三区は廃止されたが、選挙区割や山本の支持基盤の点では、新二区に実質引き継がれていると言って良い。第四十六回衆議院議員総選挙12月16日、高知県第三区時の内閣、野田第三次改造内閣解散日。 2012年11月16日公示日。2012年12月4日。第45回衆議院議員総選挙8月30日。高知県第3区時の内閣。麻生内閣解散日。2009年7月21日公示日。2009年8月18日。第44回衆議院議員総選挙9月11日。高知県第3区時の内閣。第2次。 小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日第43回衆議院議員、総選挙11月9日。高知県第3区時の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日第42回衆議院議員。 総選挙6月25日高知県第3区時の内閣第1次森内閣解散日2000年6月2日公示日2000年6月13日第41回衆議院議員総選挙10月20日高知県第3区時の内閣第1次橋本内閣解散日1996年9月27日公示日1996年10月8日 ありがとうございます。